皆さん、テレビこんにちは、マイスタです。今日はとても有名な教会を紹介したいと思います。で、名前はちょっと怖くて、地の上の救世主教会です。このちょうど後ろにあります。で、なんでそういう名前かというと、実はここでアレクサンドル2世皇帝が暗殺されましたね。ちょうど教会がある場所でですね。で、名前には地の上という言葉が入ってますけど、その言葉はアレクサンドル2世 の、 地位を示していますね。で、アレクサンドル2世は1881年3月1日に暗殺されたんですけど、その前にも暗殺未遂が5回もありました。でも、その時はすごく運が良かったんですけど、で、3月1日はちょっと運が悪くなって、でも実は生き残るチャンスがありました。ちょっとだけその暗殺について話したいと思います。その前はアレクサンドル2世はまあどういう人だったか、実は解放者と呼ばれていたんですね。なぜかというと、農奴制度を解体したので農奴解放しました。でも、それなのにもう暗殺未遂も5回も、合計で6回もあって、で、一番最後はもううまくいった感じですね。でも、その前に5回も、ね、暗殺未遂があったので、宮殿からあまり出なかったんですね。でも、毎週日曜日に必ずちょっと軍人のところに行きました。でも、馬車がすごく速かったから、犯人たちがもうなんかその手入れとかをすることはできなかったんですね。速すぎて。で、暗殺がうまくいくために、犯人たちがずっと皇帝の移動を見てたんですね。どこで馬車が走ってるか、あとどこでちょっとスピードを落とすか。で、そのところを見つけました。ここじゃないんですけど。で、3月1日に全然違うところで暗殺を準備してたんですね。ちょっとここから離れてる場所なんですね。そこで道路に爆弾を入れて、で、なんか馬車が走ったら、なんか爆発する予定だったんですけど、でも、その日は皇帝がちょっと違う道で行ったんですね。ちょっと軍人のところから帰り道にいとこのところに行って、そこでちょっとお茶飲んで、で、違う道で帰ろうとしてた。で、犯人たちがちょっとあらって思って、ちょっと早く計画を変えようって思って、ここに移動しました。で、犯人たちがここでもう場所を待ってたんですね。で、犯人が何人かいたんですけど、で、一人は、場所が走った時に手榴弾を投げました、場所に。で、爆発があって、でも、その時はアレクサンドル2世は無事でした。全然無事でした。でも、彼と一緒にいた人がちょっと怪我しましたね。で、彼はその時もしそのまま宮殿に逃げたらもう無事だったんですけど、でも、彼はすごく優しかったらしいので、怪我した人を見たかったんですね。怪我はどうか。で、その時にアレクサンドル2世は、皇帝が怪我した人を見た時に、違う犯人がもうちょっと離れた場所にいたので誰も気づかなかったので、そこからもう一つの手榴弾を投げました。で、もうその手榴弾がもう完全にアレクサンドル2世のところに行ったので、爆発して彼はすごく怪我して、で、怪我は重傷だったので、もう早く亡くなりました。あとは一つの小説があります。アレクサンドル2世は死ぬ前に、そのテロリストを殺さないでください、彼らは何やってるかわからないと言ったらしいんですね。実は言ったかどうかわからないんですけど、でも、彼はそれを言ったとしても、次の日にもうほぼ全員のテロリストを警察は捕まえました。で、そのテロリストは革命家だったんですね。そう、皇帝を殺して革命を起こそうとしてたんですけど、うまくいかなかったんですね。はい、アレクサンドル2世の後でアレクサンドル3世、アレクサンドル2世の息子、そう、皇帝になりました。で、この教会なんですけど、アレクサンドル2世が死んだ後、国民が、そう、普通の人はお金集めてこの教会を作ったんですね。で、最初はここで普通のチャペルだったんですけど、で、1883年にもうこの教会の建設が始まって、で、1908年に建設が終わりました。で、今はここは博物館なので、早速行ってみたいと思います。博物館に入るには改札を通らないといけないんですね。こんな感じ。
で、中に入るとめちゃくちゃ綺麗んですよ。人の絵があるんじゃないですか。あれはあのモザイクで作られて、で何の絵かというと、あの福音書という本で書かれてるエピソードが反映されていますね。ちなみにこの教会の中でアレクサンドル2世が倒れたところが、まあ、道路の一部が残っています。建設する前に建築家がその道路の石とか全部取ってバングつけて出して、で建設が終わった後また戻して、でここにちょうどあります。そう、アレクサンドル2世が倒れたところはちょうどここです。皆さん石見えますか？その時から残った石です。はい、皆さんの外に出ました。どうでしたか？私はすごく気に入りました。なんかね、私は歴史がある場所がものすごく好きですよ。で、この教会はもうちょうどね、歴史があるから面白いんですね。特に感動したのは、なんか昔から残ったあれだ、道路の一部なんですね。皆さんも気に入ったら嬉しいです。じゃあ皆さん、また会いましょう。パカパカ。次の動画でお会いしましょう。